からな。つけないと。もう処刑してやろうかと。はい、どうも、二電池の天の上風です。ごきげんよう、わらおです。はい、というわけでね、はい、今回はですね、スタジオですよ。3年、4年ぶりのスタジオでございます。というわけで、今回はね、何をするかというとですね、あの、お姫がね、ですね、あの、最近ソロの楽曲をね、生焼きにも出してるんですけど、歌って、弾いて、で、あと編曲を我がやってるというね、俺がやってるんだからなみたいなソロも頑張ってるっていう中で、まあ、お姫のね、ギターがあるわけですよ。弾けないと。で、どれぐらい弾けないかというのをちょっとね、披露して、ちょっとそこを修正していきたいと思います。今日は我が一回教えてるわけですよ。ちょっと弾いてみて、どれぐらい指が動くか、我々がどれぐらい弾けないかっていうのね、お前らに見せてやるよ。してやろうかと。ちなみに、あの、あの、怪我してます、はい、怪我してるね、これ、あの、うん、怪我してるね、これ、我が弾くとこんな感じます。弾きやすいギターです。なんですね。これでなぜできないかという簡単な話で、まず指が動いてない、リズムメロメロっていうところ、これを修正していきたいと思います。運指ができたからといってどうというわけではないんですよ、単純にね。で、どういうことかというと、まず自分がフレットどこを触ってるかわかんないっていうのが大抵あれなんで、まずね、これちょっとあれなんだけど、我の練習用ギターこうなってます。ちゃんとね、振ってあるんですよ、実は。これ練習用ギターだよ。本番で使ってない、こんなの使ってないよ。こうやって弾くと、まぁ、ちょっと音があれするかもしんないけど。お姫、けなし会だから。どこを弾いてるかは、ちゃんと後で紙に。出します。これただ指が動くようになるやつだけですから、これは指が動くと弾けるようになるんですよ。今回は修正して量産型天の宮駅風にしようかなと思っております、はい、ちなみにこれレギュラーチューニング、こっちもレギュラーチューニングで、我が弾いてるのは基本的にドロップ C チューニングで、指一本で弾けるっていうね、もう元には戻れない、うん、必要なのは単純メトロノームだけです。これ結構ボスのやつで結構優れもんです。テンポ90ぐらいでやってもらおうか。ビートとしてはタッ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 、最初半分からいこうか。半分3、2、1。だからあとはお姫はアタックをこの練習しよう。そこからかい。あ、わかった。あのね、お姫ね、アタックするときにさ、垂直にやってくれるじゃん。これを斜めにしてみて。こう、こう当たるとき、こう、こう。わかる？そう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 。こうなんだけど、今の弾き方からすると多分永遠に治らないと思うから。じゃあとりあえず半分ね、半分を行ってもって行ってもって3回やるよ。3、2、1。
滑らかにただただやっていくっていうだけ。これを120でできるように、だんだんあれ的にちょっと着地点がだんだん見えなくなってくる。はい、というわけでね、これがもっと速ければ速いほどできるようになれば普通に弾けるので、今回基礎中の超基礎的な動画でこれをどうお姫がどう自分について都合よく編集するかっていうのをね、ちょっとね、これからちょっとシリーズ化していこう。弾き方とかちょっと今までの我のね、うん十年の経験のどうやってインチキで覚えるかっていう方法をシリーズ化していきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。自分の力を信じて悪の思い悲劇を傷を抱えたまま笑えますように、その流す涙も乾いた心潤してくよ。恵みの雨止めないでいて。